はい、今日ですね、今日とは昨日なんですけど、キャンプのね、食材を買いに行った時に、これね、朝日のね、なんと富士山、これ、ね、ジャパニーズプレミアムエールっていうのを見つけました。これ初めて見ましたよ、これ。本当にね、富士山の絵が描いたってですね、富士山の前に、ね、こんなね池ないです。富士山が水没、半分水没する池はないんで、多分まあこれはもう絵はねちょっとこういう実在するかとかいうのは関係ないんで、港湾キャンプ場でもないと思うんで、これはないと思うんですけども。ね、富士山、日本を象徴する山ですよ、富士山。すごい強気な名前ですね。とね、エールを発見しました。で、国産原料 100% はいいんですけど、プレミアムエール。エールなんで、ラガービールじゃないですよね。ね。そこはね、ラガーじゃないっていうところがあれなんですけど、本格的にですね、これ、ホップと、大麦とホップかと思って、米もやっぱ入ってるね。やっぱそうだね。麦芽 100% ではないんですよね。なんかね、さっきから、ね、隣のおっさんがね、ちょっと変な人なんですよ。こんな感じで焚き火してるし、さっき椅子飛ばして、もうちょっとね、地球儀さんみたいに椅子燃えるとこだったんだけど、それは大丈夫だった。今もね、風吹いて、自分でこけてなんか転がってましたね。いや、よくわかんない。それはいいんですけど、ちょっとね、これ、新しく見かけたんで、ちょっとね、飲んでみようと思います。今回もですね、自分ですけど、当たり前の弱小のね、自分のこう YouTube、趣味で撮ってる人間にはね、こんな企業案件なんて来ないんで、ね、今のところで案件したことはないんですけども、待ってますよ、朝日さんもね。サントリーさんは、実はね、お店で自分で用意してもらったことあるんですよね。用意っていうか、ちょっとね、コップもらったんですよ。じゃあ、ちょっとね、さっきの話でコップをもらったのは、まあ、好意にしてるっていうか、仲のいい、居酒屋のね、お友達になった、まあ、店長かな、さんに、俺、お金払うから売ってよって言ったら、いやいや、もうお金あげるからって言われたんですけど、サントリーさんからも、お店の方にはね、無料で渡してるんで、気にしないでくださいって、あとはコメントもらったんですよね。ということで、その時は、ありがとうございます。ありがとうございます。ほんとあれね、水をね、飲むのに使ってます。それはちょっと置いといて、これね、企業案件でも何でもないんで、余計な話いっぱいしましたけども、ね、いつもね、スーパードライをよく飲むんですよ。スーパードライは、肉料理に合わせてね、スーパードライなんですけど、これエールっていうことで、自分の時にやっぱエールって言えば、ね、何だったっけね、忘れたね。もうな、ろれつはいいんで、もうね、ろれつが回ってない、ろれつってか、脳がきいんで、飲んでますね。ちょっとやっぱ失礼だな。これはやっぱりコップに入れて飲まないとビールに失礼ですよね。おー、いい泡出た。いただきます。あ、本当に言える？甘い。エールなのかなんか酵母っぽいよ。富士山の伏流水で育った水を使ってるから富士山っぽいさ。ああ、富士天然水っていうのは怪しげなやつですね。富士山は脇野酒造の登録商法ですか。脇野酒造さんっていうところ
が朝日の多分子会社になってるんですかね。これなんだろう、どっからなんだろうな、なんだろう、カールスバーグでも違うし、どっかベルギーかどっかで、あの、なんだろう、レッドビール、ちゃうな、なんだったっけな、あれ、4、5本ぐらい頭に出てくるんだけど、そのうちどれか忘れちゃったけど、それになんか酵母ビールっぽい味するんですよ。やっぱエールだからかな、エールなんかでもちょっと若いエールの味しますわ。うん、確かにエールビールだ。これはもうね、これに合う料理何かな、じゃがいもじゃがいもかな、わかんねえ、なんだろう、これな、多分ね、なんだこの後からコクが、甘いコクがある、甘い、ちょっと甘めなんで、同じような感じの甘いのがいいと思う。ちょっとね、シューマイ焼いてみたら、シューマイをね、ちょっと食べてみますね。シューマイ合うかな。ちょっと辛しねえんだよね。シューマイが合えば、シューマイ、肉料理合うとこですよ。宝だね。これ富士山なんですけど、これね、多分魚料理で、どっちかっていうと白身だからタンパク質の系のね、鮭とかタラとかああいうのに合うと思います。多分ね、フランスでよく出てくるあのエールビール、名前忘れたな、に近いやつです。だからそのバターが多い、バターのね、下見ラメのムニエルとか、あとね、タラのバター焼きとかコンフィとか、あともう白菜をね、やってるだけの料理あるんだけど、そういうやつにもうバッチしたと思います。でもね、もうエールビールとしては美味しいそう。もうね、完成度はね、かなり高いと思います。ただ料理に合わせるのはちょっと難しい。ちょっとね、合うまでにね、もうね、何本も飲んじゃうと思うんです。ちょっと甘みがある、ちょっとキャラメルっぽい甘みがあって、やっぱ酵母ビールっぽい感じがしますね。いや、ビールって本当にいいもんですね。それでは。